患者様から感謝される医療事務員になりたいです。医療秘書事務学科の高橋みやびです。友人にこの学校のオープンキャンパスに来ることを勧められて来てみたら、その学校の雰囲気とかがすごく良くって、自分もこの学校に入ってみたいって思いました。授業の時はグループ活動とかが結構多くて、友達と話し合って問題を解いたりすることができるから、コミュニケーション能力もつけれるし、楽しく授業できてます。患者様から感謝される医療事務員になりたいです。